ディアズマヒカリは、朝鮮の独立運動家、社会主義者。ゴーはマコト誠イ、環境道端側に生まれる。武漢学校を出て、安ン・マサヒロの啓蒙思想に感化、新民会、西北学会などに参加した。若年より、開花運動に取り組み、名声を得る。陳衛隊水原不評大体霊下の効果、文献隊長であった1907年8月9日。 日本により、韓国軍解散命令が出されると、これに反発した部下の縁はじめは復興、池広史上復興、竜明慶参考らが放棄する。李は直接参加してはいなかったものの、以前より、反日集会を開いていたため逮捕された。1911年の105人事件にも関与し、その後満州、シベリアへと亡命する。 朝鮮独立運動の指導者として活動するも、ウラジオストクにて、住民先導の罪により投獄された。ロシア革命で恩赦を受け、共産主義思想に共鳴すると、老農ロシアとの連帯を掲げて、ハバルフスクで、肝心社会党を組織した。肝心社会党は、その後上海へ拠点を移し、1921年に、高麗共産党となっている。 1919年の3.1独立運動後は、大韓民国臨時政府に参加し、初代軍務総長、上海での合同時では、初代国務総理、副大統領などの要職を歴任した。1922年コミンテルンが、ワシントン軍縮会議に対抗して開催した、極東諸民族大会に、朝鮮代表の一人として出席するなど、老能ロシアと上海臨時政府をつなぐ、 パイプ役として外交の辣腕を振るっていたがソ連からの独立援助資金をめぐる保守派との対立過程において隕石辞任を余儀なくされる。上海臨時政府との関わりを経った後はシベリア在住朝鮮人社会の長老的存在として民族集団をまとめ上げた。ありがとうございます。